ニーハオ、リュウハワタナベです。台湾で占術師と占い学校の校長先生をしております。今月の占いについてお話しいたします。なお、この後からは AI がお届けいたします。辰年生まれのあなたは情熱的でエネルギッシュ、そして想像力にあふれています。リーダーシップを発揮する場面も多く、周囲からの信頼も厚いでしょう。しかしその反面、少し頑固な一面もあり、自己中心的になることもあります。2024年8月は自分の意思を貫くことが重要ですが、それだけでなく柔軟な姿勢を持つことが運勢を大きく向上させる鍵となります。固執しすぎず、変化に対応できる柔軟性を持つことで、新たなチャンスや人脈が広がるでしょう。また、他者の意見に耳を傾けることで、自分自身の視野も広がります。新しいことに挑戦する勇気と、適応力を大切にすると、充実した8月を過ごせるでしょう。運気を上げるために、バランスの取れた行動を心がけてください。では、2024年8月の駅線カードを1枚引いてみましょう。ここで、チカメイーのカードが出ました。この毛は、逆境や困難に対しての忍耐と知恵の重要性を示しています。この時期、様々な困難に直面するかもしれませんが、焦らず冷静に対処することが求められます。チカメイーの象徴するところは、内なる光を守り続けること、外部の混乱に惑わされず、自分の内面に目を向け、真実の道を見つけることが大切です。困難な状況においては、冷静さと深い洞察力が鍵となります。自分の信念を守りつつも、柔軟な姿勢で状況に対応することが重要です。周囲の状況が厳しくても、自分の心の中にある希望と光を見失わないようにしましょう。忍耐強く、懸命な行動をとることで、徐々に困難を乗り越え、新たな光明を見出すことができるでしょう。2024年8月の総合運について詳しく見ていくと、チカメイーの影響から、挑戦と忍耐の時期となるでしょう。この時期には、様々な困難が訪れる可能性がありますが、その中で冷静さを保ち、自分の信念を曲げずに進むことが求められます。特に、目標を達成するためには計画性と根気が必要です。困難に直面するとき、焦らず冷静に対処することが鍵です。チカメイの象徴するところは、外部の混乱に惑わされず、自分の内なる光を守り続けることです。逆境の中でも、自分の内面に目を向け、真実の道を見つけることが大切です。この月はまた、自己反省を通じて、過去の経験から学び、より強く賢く成長する絶好の機会です。人間関係においても試練が訪れることがありますが、ここでのポイントは、相手を理解し、共感を持つことです。困難な状況でも誠実な態度で接することで、信頼関係を築くことができます。相手の立場に立って考えることが、関係を良好に保つための鍵です。相手の意見を尊重し、共に解決策を見つける姿勢が求められます。職場やプライベートにおいても、計画的な行動と根気強さが重要です。急がば回れの精神で、丁寧に一歩一歩進めていくことが成功への道となります。目標達成には時間がかかるかもしれませんが、その過程で得られる経験や学びは大きな財産となります。計画をしっかりと立て、着実に実行していくことが大切です。自己成長の機会として、困難に対して前向きに取り組む姿勢が大切です。内省の時間を持ち、自分自身の強みと弱みを見つめ直すことで、次のステップに進むための力を蓄えることができます。自己分析を通じて、今後の目標や方向性を明確にし、それに向けての行動を計画しましょう。また、健康面でも注意が必要です。ストレスや疲労が溜まりやすい時期ですので、適度な休息とリラックスを心がけることが重要です。健康管理をしっかり行い、心身のバランスを保つことで、困難な時期を乗り越えるためのエネルギーを維持できます。適度な運動やバランスの取れた食事を心がけ、健康的な生活を送るようにしましょう。最後に、
精神的な成長もこの月の大きなテーマです。逆境を経験することで、自分自身の強さや弱さに気づき、内面的に成長することができます。この成長は、今後の人生において大きな力となります。困難を乗り越えることで、新たな視点や価値観を得ることができ、より豊かな人生を築くことができるでしょう。まとめとして、2024年8月は、チカメイーの影響を受け、挑戦と忍耐の時期となりますが、冷静さと計画性、根気を持って進むことで、確実に成長と成功を手に入れることができる月です。人間関係においても誠実な態度を忘れず、自分自身の内面を見つめ直すことで、次のステップに向けた大きな力を得ることができるでしょう。